はい、どうもふむむチャンネルのふむむです。ですね、車検から車の方が戻ってまいりました。それでですね、こちらのようにドライブレコーダー、ケンウッドのねドライブレコーダー DRV-MR740 取り付けていただきました。こちらがね、前面になります。そして裏面がちょっと見えないですね。ここですね、このように取り付けていただきました。これで非常に見えますかね、上配線通して、おそらくこの上のカバーを外して取り付けていって、配線を通して、なおかつですね、ここからこちら、この裏にですね、このシガーソケットのおそらく後ろ桁に裏配線で通してもらってます。これ、こっち7000ですよ。非常に安いですよね。はい、こんな感じですね。よいしょ。それではですね、ついでに、なんていうんですか、このドライブレコーダーのどんな感じで撮れるのかやってみましょう。それでは、そうですね、スマートフォンの方と、このドライブレコーダーがどれぐらい違うのか、その辺も分かると思いますんで、じゃあこいつを、この後、ちょうだ、この後、よい、こんな感じかな。ドライブレコーダーがどれぐらいで見えるのか、同じくらいの角度にしとこうかな。こんな感じかな。まず初期設定も何もやってないんで、どのように撮れてるのか分かんないんですけど、SD カードは16ギガしかないなかったですから、とりあえずまずはですね、はい、おそらくデフォルトですね、最初の設定のまんまで、撮ってみたいと思いますけど、全く設定してないです。車屋さんがねやってくれた通りのままですね。ちょっとね調べたら、いろんな何人かの方がこのドライブレコーダー使ってて、128ギガの SD でもとりあえず、まあ、メーカー保証、メーカー推奨ではないですけど使えますっていうことなので、今ね128ギガの SD カードかなり安いので、そちらを購入する予定ですけど、今はね、はい、ついてた16ギガどんな感じで撮れてるのか、これちょっと最高に画質も最高にしてあるかどうか分かんないんですけど、そうですね、今スマートフォンの方の画質と、それとなんだドライブレコーダーの方の画質、それとね、なんかまあこれリアも、リアの方もついてますから、で専用のカメラ、専用のカメラじゃないな、専用のケンウッド専用アプリかなだと、なんか、地図的なもの2つが両方見れて、なおかつそのどこを走ってたのか、 GPS 機能もついてますんで、そういうようなものも見れるみたいです。なので今日はね、その辺を中心に検証レビューしてみたいと思いますね。ついでに言うとですね、まあちょっとワゴン R、 今までワゴン R を台車でお借りしてて、で今 N ボックス、ちょっとね古い N ボックスですけど、
エンジンっていうかね、このアクセル踏み込んでも、こっちはなんか結構うるさいっていうかね、頑張ってるぞってなんか感じで、向こうの方が余裕がある、ワゴンの方が余裕がある感じですね。だからどうなんだろう、その辺、まあ、今のがどうなんだか分かんないですからね。おそらく味付けはそんなに変わんないんじゃないですかね。とりあえず走りはあちらの方が断然面白いんじゃないでしょうか、ワゴンワール。居住船は、まあ、断然こちらですね、広いっす。それぞれ持ち味が違うというか、欲しがる人の用途によってだいぶ変わってくると思いますね。特にこの NBOX プラスはだいぶ変わってくると思いますよ。まあね、これでバイクも積めますからね、 NBOX プラスの場合。さあどうなんでしょうか。まあ、設定とかこれからバンバン変えていきたいと思いますけど、夜どれぐらい見れるの、撮影できるのかとか、雨の日、どんな感じで撮れるのか、それからね、SD カードがその、まあ、128にするつもりですけど、どれぐらいの感じでね、大丈夫なのか、大丈夫なのか。まあ この今回は僕の場合はね、車なんて駐車中の、なんですか、いたずら、そういうものはおそらくこれには機能ついてない、エンジンついたら自動的について録画が始まるタイプだと思います。それがくる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 回転するタイプなんではないでしょうか、容量が切れると。